格ですか？マイペースですね。マイペース。耳は普通の耳ですよ。でも副耳ではありません。口は上唇が薄いのであまり好きではありません。シンプル系ヒロ流、安い服から高い服まで幅広く OK です。好きなブランドは特別こだわってないです。普段は友達と買い物に行ったり、お茶したり、家で掃除をしたり洗濯をしたりぼーっとしてます。
小学校は、駆け足が早かったんで、6年間リレーの選手をやってました。バレーボール部とソフトボール部しかなくて、うちの小学校は。で、バレー部で頑張ってやってました。首は長いんで、結構好きですね。長くないですか？では、ピアノをずっと習ってやってたんで、大きくなってしまいました。好きな男の人のタイプは、私は結構ルックスにこだわっちゃうんで、かっこよくて、センス、ファッションセンスのいい人が好きです。芸能人で言うと、反町くんとか、あと竹野内豊とか、その辺が、すごく吸い込まれそうですね、テレビを見ていても。中学校は先輩に呼び出されるのがすごく多くて、普通にしてたんですけど、なんか目立ってたみたいで、スカートの丈が短いとか、セーラー服の上着が短いとか、なんかあんた男とどうのこうのとか、結構呼び出しくって、体育館の後ろとか、あとはトイレとか結構いじめられました。
中学校は全然嫌です。嫌。中学校はですね、年上の先輩のことすごい好きになって、でもやっぱり年下だから先輩方の女の先輩方にの目を気にしてて、でも一応バレンタインデーとか家まで届けに行っちゃったりとかして、すごい好きな先輩はいたんですけど、やっぱりその先輩には彼女がいて、でも別に普通に終わってしまいました。将来の夢はお嫁さんです。